どうも、ペガタ三四郎です。今回もですね、新しいおもちゃを買ったんですよ。見てください。アニメイテッドチェーンソーです。この商品ですね、アメリカから取り寄せて買ったんですが、日本ではアニメイテッドチェーンソーという名前で売られていたんですが、海外ではブラッディチェーンソーという名前でして、まさかの俺の最近のマイブームであるテキサスチェーンソーという映画の公式商品だったんですよ。びっくりでしたね。この商品はですね、前回紹介したこのスチールのチェーンソーと比べるとこのようなサイズ感になってますね。でかいでしょ。そしてこの血の模様、完全に殺人鬼仕様となっています。このマスクもこのチェーンソーに合わせて選びました。スリップノットというバンドの公式商品です。 このチェーンソーはですね、このサイズに反してちょっと作りは、スチールのものよりはしょぼいんですが、このエンジンが回るとかそういうギミックはないんですが、ちゃんと刃が回って音が鳴るんです。ちょっと聞いてください。どうですか？ すごいでしょう。面白いでしょう。